ルチアーノ・フロリディは、イタリア・イギリスの哲学者。科学哲学、技術哲学、倫理学の分野で、イタリアで最も影響力のある思想家の一人であり、特に情報哲学及び情報倫理学の研究で知られる。彼の論文は日本語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシャ語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、アラビア語、 ペルシア語などに翻訳されている。1964年、ローマに生まれる。入学したローマラサピエンツァ大学で、はじめは古典学、哲学史を学んだが、すぐに分析哲学に興味を持ち、マイケルダメットの反実在論をテーマとした。ウォーウリック大学のスーザン・ハークとマイケルダメットの元で認識論と論理哲学の研究を行い、1989年に、 修士号、1990年に博士号を取得した。大学院生からポスドク時代にかけて、フロリディは現代の問題に対応するために、新しい方法論を模索し、古典的な分析哲学から距離を置くようになった。彼は、分析哲学は推進力を失って後退しつつ、あると感じ、特にチャールズ・サンダース・パースのプラグマティズムの研究を中心に行った。 1990年から1991年にかけて、ウォーリック大学において、哲学講師。1990年代にかけて、オックスフォード大学、オックスフォード大学、ウルフソンカレッジにおいて、フェロー等を務めた。2014年から2015年にかけて、忘れられる権利に関するグーグルの諮問委員会の委員を務めた。諮問委員会はヨーロッパ7カ所で、 パブリックミーティングを行い、2015年2月6日付で最終報告書を公開した。2008年より、ハートフォードシャー大学哲学科で教授として、情報哲学の研究を行っている。また、オックスフォード大学セントクロスカレッジのフェロー、バーリ大学の論理学の助教授である。グーグルアドバイザリーカウンシル、ハットアドバイザリーカウンシル、ザ c ドバイザリーカウンシル2。 Google オン・ザ・ライト・ツービー・フォー・ゴットン。ありがとうございます。